どうも、ハイチです。昨日4月2日にですね、以前ちょっと告知させてもらった勉強法の本がですね、無事出版となりました。ちょっと手持ちなんで拍手できないけど。でですね、見本として10冊手元にね、出版社から送っていただいたんですけど、実は本を出すの初めてじゃなくって、以前ですね、もう数年前、に、参考書、中1と中2の参考書をね、出させてもらったことがあるんですけど、その時はですね、本屋に見には行ったんですよ。見には行ったんですけど、どうしても恥ずかしくって、買えなくって自分の本を、店員さんに出すのが恥ずかしくて、もう自分の顔ドーン出てたからさ。で、今回も、ちょっと帯のところに自分の顔ドーン出てるんですけど、せっかくなら、ちょっと実際に自分でね、買いに行くっていうのを、やってみようと思いますので、今から、地元の本屋に行ってみようと思います。はい、ということで地元の本屋に着きました。今からね行ってみようと思うんですけど、ふと思ったのがさ、これ売ってないっていうパターンもあるよね。まあどうなることか、じゃあ行ってみようと思います。はい、ということでね、帰ってきましたよ。3冊買ってどうすんだよっていう、10冊もらってるんだっていうところなんですけども、しょうがないですね。はい、ということで、まあ、地元で買ってきました。まあね、もう私なんて本当に YouTuber のね、本当にもう端くれなんでしょうがないですけど、なかなかね、やっぱりまあ、いいところに置いていただけないということで、こう本棚の中にひっそりね、こうやってね、ポンってね、置いてありました。なんでね、全部シュッて取って買ってきましたけども、でもね、まあ、その本屋さんが、その勉強法の本が、あと、勉強法のコーナーがもう、店の奥の奥だったら、俺そこにあることさえ知らなかったから、結構そこで参考書今まで買ってきましたけど、あ、ここにあるのね、みたいな、すごい探しちゃったんだけど、で、そこにね、我が師匠の、伊沢拓司の、伊沢さん、東大のね、伊沢さんのね、本も勉強大全もあって、で、その、なんか、重版、続々、みたいな。なんか、ポップみたいなのも出てさ、すごい、ポップがあれば目立つのに、それも、なんか、変なやつの後ろにグワって入ってて、伊沢さんどこだろうと思ったら、え、そこかいみたいな。いや、それはないでしょう。伊沢さんはちゃんと置こうぜ。俺はしょうがねえけどさ、はい。はい、ということでね、まあ、買ってまいりました。で、今回ですね、編集担当の方にですね、中身ちょっと見せていいよっていう風に言っていただいたので、ちょっとね、見せていこうと思います。よかったら、興味持ったら買ってみてください。で、さっきね、伊沢さんはですね、僕は帯を書いていただきました。ちょっと見にくいんですけど、伊沢さんね、帯を書いていただきました。で、全体的には、こんな感じでちょっと緑を、基調に、こんな感じで書いております。例えば、自分の仕事部屋がね、今撮影してるこの仕事部屋の写真が載ってたりとか、あとは結構イラストいっぱいね、いろいろ入れて、書いてあります。で、今回、イラスト、このね、こういうイラストも入れてもらったんですけど、これは自分がすごい大好きなイラストレーターさんに直でお願いしまして、書いてもらったので、その辺もね、すごく読みやすくなってるとは思います。で、今日で発売2日目になりましたが、買いましたとかね、読んだ感想とかを、ツイッターとかメールで結構いただいておりまして、本当にありがとうございます。もしよかったら、今回 Amazon のリンク、下に貼っておきますので、そちらに、まあ、レビューというか、読んだ感想とかも、まあ、プラスの感想も、マイナスの感想も真摯に受け止めますので、よかったら書いてみてください。では、まあ、次回、ちょっと実はね、次の本の話とかちょっと、今動き始めてるところなんですけど、次回ね、本出すときには、もっとね、こう、いいところに置いてもらえるように、あ、ハイチって人ですねって言ってもらえるように、頑張ります。